2018明治安田生命 J1 リーグ第17節 FC 東京対横浜 F マイノスの一戦、今日の会場は味の素スタジアムです。長友が今日のゲームを見に来ています。現在2位です、青赤が FC 東京です。そしてご覧のように横島アウェイ用のユニフォーム、10位が横浜 F マイノスです。さあこれから J1 の通算200試合出場というのを前節達成しました米本選手に今花束が贈られます。これが今日の予想される並びです。 FC 東京です。右のサイドバックに室屋が入っています。それからボランチの位置には橋本と米本、そして東高萩田辺がいて、前にはディエゴ・オリベイラ、この人を持ってきます。ゴールキーパーは大久保です。監督長谷川健太。さて横浜 F マイナスの予想される並びです。こちらも大体予想通りということになりますが、ゴールキーパーの飯倉、そして4バック荻原は、まあ、中盤のアンカーの位置にして、好調の木田、天野、それから中川、遠藤、前には伊藤を持ってきます。コーチが今日は代行になります、ピーター・クラモフスキー。やるサッカーは一緒ですからというのが、まあ、試合前の言葉ではありました。フリーキックはゴールまでの距離27メートル、この角度になります。まあ、東も一応助走体制ではありますが、お東で来るのか、太田です。いや見事に決まりました。先制ゴールは太田の左足、前半の8分です。やっぱり正確ですね。正確です。何かそして測ったように、置きに行ったようにあそこ入りましたね。まあ、高さはいいなと思ったんですけども、右に展開、ディエゴ・オリベイラ収める、ディエゴ・オリベイラ強い、そしてそのままゴールキープ、一旦後方に、いやーゴール、ディフレクションがあって方向変わりました。キーパーのイクラにしてみると目の前で方向変わりました。2点目 FC 東京。最後これ田辺ですか。これをうまく東拾いました。右縦ここを使ってキーパー出ている、シュート、どうだ、入った、田辺決めて3点目。コロコロっとゴールイン。ゴールキーパーのイクラがもうすでに前に飛び出し、無人のゴールにあとコース待ちという。東京は相手の裏が随分空いています。ディエゴ・オリベイラはドリブルで単独探した、右かそれとも自分か、シュート、ウェアポストだ、際どいコース、強烈なシュートはポスト。ドリブルで運び抜けてきたぞ、チャンス、シュート、決まった、これはこれは試合を決める1点か、東決めている。いやー相手の何か気持ちをくじく1点ですね。仕込んだ、最後は岡崎か、いや最後は混戦の中押し込みました。あ、岡崎のようですね。点数は5点です。あっとベックス内倒れて PK、 迷いなく小屋主審が笛。ちょっとこれ米本は今のは軽いですね。うまく決めました。
なかなか勇気のいる箇所ですよね。あの蹴りづらいですね。チャンス、横浜入れた。そしてシュートはここで渡せなかった。フィニッシュ見事に決めて2点目。いやーしかし粘りますね。うまく遠で蹴りましたよね、はいはい、今のはトーキックでしょう。さあもうアディショナルタイム5分台、そして今タイムアップです。 FC 東京これは快勝ですね。そうですね、5点というのは今シーズンの最多得点で、あの長崎戦に 5-2 で勝ったゲーム、それ以来になりますね。